J リーグを彩った数々の外国人選手。今回はですね、そんな J リーグ歴代最高の外国人選手7選を紹介しましょう。まず1人目はこの人、ストイコビッチです。ユーゴスラビアの代表選手で2度のワールドカップ出場を経験しています。で、1994年に名古屋グランパス8に加入し、以降およそ7年間現役引退するまでプレーを続けました。まあ、名古屋では強豪とは言えなかったチームを勝利に導き、天皇杯優勝をなんと2回経験しています。さらに1995年に最優秀選手賞にも輝きました。またピクシーの愛称で親しまれ、その人気は凄まじいものがあり、 J リーグオールスターに何度も選出、3度の最優秀選手にも選ばれています。ストイコビッチ、プレーの特徴はやはりそのテクニックですね。雨の中リフティングで駆け上がっていったあのプレーは語り継がれる伝説となっています。引退後も名古屋グランパスの監督に就任し、 J リーグ優勝にチームを導いています。2人目はワシントンです。東京ヴェルディ、浦和レッズに所属し、まあ、3年間と短い期間だったんですが、とてつもないインパクトを残してくれましたよね。ブラジル代表にも選ばれた経験もある実力者で、2005年にヴェルディに加入しました。まあ、チームは J2 に降格してしまうものの22得点を記録。これはもう大暴れでしたよね。まあ、その後浦和レッズに加入し得点王を獲得、チーム初のリーグ優勝にも大きく貢献します。で、翌年はアジアチャンピオンズリーグ優勝、クラブワールドカップではイタリアの強豪 AC ミランと健闘するなど3位になり、チームに多大なる貢献をしていました。まあ、ワシントンといえばそのフィジカルの強さが印象的です。当時の代表のセンターバック中澤をものともしないフィジカルを要し、ゴールを量産し、数々のチームが手を焼いていた選手でした。3人目はマルキーニョスです。横浜マリノス、清水エスパルス、鹿島アントラーズなど数々のチームで活躍し、 J リーグで10年以上活躍した選手です。また J リーグ外国人選手の最多得点記録保持者でもあります。マルキーニョスが活躍した中で特に印象的なのは鹿島アントラーズでの活躍ですよね。2007年から2009年の J リーグ3連覇に大きく貢献し、まあ、その中でも特に2008年、21得点で得点王と MVP ダブルで受賞しました。チームに貢献できる選手で、さらにですね、攻撃だけじゃなくて守備に奔走していたっていう、そんな姿も結構印象的です。そして4人目はドゥンガ。ブラジル代表のキャプテンとして長年活躍したドゥンガです。まあ、ワールドカップの優勝経験もあるレジェンド選手ですよね。ジュビロ磐田に加入したドゥンガ、加入したのは遡ると1995年で、当時ワールドカップ優勝した、しかもそのチームのキャプテンが加入したっていうのは世界でも衝撃的でした。97年にチームのリーグ初優勝に大きく貢献し、自身もベストイレブンと MVP を受賞。で、翌年も優勝争いを演じ、ジュビロ磐田の黄金期を築いた選手です。そのプレーはまさに闘将、とにかく味方を怒鳴りつけチームを鼓舞し続けていました。その後は監督業を行い、あのブラジル代表監督も経験しています。5人目はエメルソン。コンサドーレ札幌、浦和レッズに所属した快速ストライカーでしたよね。2000年 J2 に所属していたコンサドーレ札幌に所属し、34試合でなんと31得点を挙げて大活躍、チームの J1 昇格に大きく貢献しました。その後は川崎フロンターレを経て2001年に浦和レッズに加入、2003年に J リーグ最優秀選手を受賞、そして2004年にはチームの J1 リーグセカンドステージ優勝に貢献し、得点王も獲得しています。エメルソンの特徴は何といってもそのスピードでしょう。チームメイトは追いかけているディフェンダーよりもドリブルしているエメルソンの方が速かったっていう場面を何度も見たっていう発言も残っています。6人目はこの人、ジーコです。サッカーの神様と評され世界のスターだったジーコ、世界の最優秀選手にも輝き、ブラジル代表としてワールドカップ3大会に出場しています。1991年に鹿島アントラーズの前身となる住友金属に加入、鹿島アントラーズのみならず J リーグ全体の繁栄に貢献しました。開幕戦からハットトリックを達成、
これが J リーグ初のハットトリック達成者となっています。引退後は鹿島アントラーズのテクニカルアドバイザーや監督にも就任しています。そしてもちろん日本代表でも監督に就任しました。今でも鹿島アントラーズにブラジル人が多い理由はジーコの影響だとも言われています。最後は現在も活躍するこの人、イニエスタです。イニエスタはバルセロナのユース出身で長年バルセロナで活躍し、チャンピオンズリーグ優勝やスペイン代表でワールドカップ優勝も果たしてきました。2018年にヴィッセル神戸に加入。この人の年俸はすごいですよね。30億円とも言われています。2019年にはキャプテンに就任し、天皇杯優勝を成し遂げ、チーム初のタイトルに大きく貢献しています。またイニエスタの影響からか J リーグにビジャ、トーレスなど元スペイン代表のトップ選手が来日もしています。 J リーグでもテクニックはやはり健在で、常に観客を沸かせるプレーを見せてくれています。これからも活躍がまだまだ期待できそうですよね。以上、 J リーグ歴代最高の外国人選手7選でした。いかがだったでしょうか。まあ、こうやって見るとそうそうたるスターの面々でしたよね。これからも様々な選手を特集していきたいと思いますので、この動画が良かったらと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。